新幕張行きです。次は東浦和です。この電車には優先席があります。そばに着いたんですけど、これは19時45分発の、京王線各駅停車東京駅です。ご覧の通りちょっと腕を骨折しまして、やっぱりまあちょっと僕の不注意で骨折してしまったものにはなるんですけど、まあ一応骨折に置いて、まあ動画投稿とかねがちょっとうまく回らないというか、そういうような状態になっております。で、あと、まあ、この機会にちょっとお伝えしようかなと思ってんのが、受験期に入るんですよ僕。受験期に入るので、受験期においても投稿がうまくいかないことはあるのかなって思っております。まあ、やっぱり受験期の人もやっぱ多いと思うんですよこの時期。まあ、環境が変わってね、慣れない生活とかがあると思うんで、やっぱりまあそれに慣らしていきたいなと僕も思っております。ということで、まあ1点が骨折における動画投稿ができなくなるかもしれないのと、受験に置いて、まあ、動画投稿が難しくなる可能性があるというご報告でしたって思ったんですけど、こっちに出先ましたね。携帯8両固定になりましたよね。そうですね、 E131系が運用開始したので、たまに4両で見るんですよね。それは何でなのかわかんないですけど、これ外房線から来たやつですね。そろそろ僕も電車乗りましょうか。あと2分で発車なんで早く乗ります。
線ドアが閉まります。ご注意ください。するんで今日少々停車するらしいです。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は平均